岩手、宮城内陸地震。岩手、宮城内陸地震。岩手、宮城内陸地震は、2008年、平成20年6月14日午前8時43分、JST 頃に、岩手県内陸南部、仙台市の北約 90km、東京の北北東約 390km で、発生した、マグニチュード7.2の大地震。岩手県市と宮城県栗原市において、 最大震度6強を観測し、被害もこの西を中心に発生した。被害の特徴として、同じ規模の地震と比較して、建物被害が少なく土砂災害が多いことが挙げられる。気象庁はこの地震を、平成20年2008年岩手、宮城内陸地震と命名した。広範囲にわたり揺れが感じられ、震度3以上を観測した地域は、宮城県、岩手県、 秋田県、山形県、福島県、青森県、栃木県、茨城県、新潟県、千葉県、埼玉県、東京都、北海道、神奈川県、群馬県である。前日6月13日14時頃、42分前の6月14日8時1分頃、M0.6 と32分前の8時11分頃、M1.6 の前震とみられる地震が観測されている。 また、1999年及び2000年には M4 から5程度の地震も発生していい。地震発生から11月18日までの間に、震度1以上の余震が626回発生している。うち、震度5弱以上の余震は、本震の約40分後に発生した最大余震の1回のみだった。この地震を発生させた断層は、 地震発生当時には存在が確認されていなかったが、詳細な調査を行った結果、余震域東園で断続的な約 20km の地震地表断層の出現を確認した。多くの地表断層は西側上がりの上下変異と東西短縮の変異で、最大変異量は 50cm 程度であった。人工衛星による 合成開口レーダー画像の解析によると、岩手県欧州市伊沢区付近から、宮城県栗原市西北部の花山周辺に至る、北北東南南東方向の長さ約3 0トル、幅約1 0トルの帯状の地域に断続的に、地殻変動の集中を示す状態が見出された。断層のすべての区間が1回で一様に活動した地震ではなく、 最初は深いところで滑り数日かけて表層部が予行的に動いたと解析されている。なお、東京大学地震研究所の島崎国彦は、この地震は地下の震源断層の情報が地表の明瞭な活断層地形として現れておらず、新たな評価方法が必要であると論じている。また、現地での調査により、岩手県一ノ関市原美町で、 約3トルにわたって南北に長い地面のズレが発見されるなど、震源域東園の南北、約2 0トルにわたり、断続的にズレが確認された。これらは主に西側が隆起する逆断層の性質を示しており、地震によって発生した断層のズレが地表に現れたもの、地表地震断層だと見られている。また、この地震を発生させた断層と隣接している。 北上低地生円断層体との関係、特に同断層体南端の出展断層体との関係については、同じ断層体に属するという意見と、異なる断層であるという意見とに分かれている。ただ、余震の分布から、断層面が北西に行くほど深くなっており、南西に行くほど断層面が深くなる、出展断層とは異なる断層であるとする見方がれた。また、 今回の地震の震源域を含めた、大武山脈沿いの地域や小川半島から、オシカ半島にかけての地域には、小川オシカ構造体があることが知られている。この地震の震源域の周辺で起きた、同規模の地震には、1896年の陸地震、1897年の宮城県沖地震、1936年の宮城県沖地震、1978年の 宮城県沖地震、2003年の三陸南地震、2005年の宮城県沖地震などがある。また、1962年、1996年、2003年には、それぞれ M、M6.0、M6.5 程度の宮城県北部地震が発生している。地震計や電子基準点などにより観測された、主な地震前後の変異、観測地点の移動を以下に並べる。 岩崎観測点を基準、小数第1位で四捨五入、単位はセンチメートル。本震前後に余震域内外での温泉の変動を生じていたことが報告されている。震源の浅い内陸直下型地震の被害の傾向として、建物の倒壊などによる被害が少なく、栗駒山周辺をはじめとした山体崩壊や土砂崩れ、稼働閉塞が多かった。また、 0.5秒以下の極端周期成分の振動が卓越し、建物の大きな被害を引き起こすとされる1から2秒の振動成分が小さかったことが、震度の割に建物被害の少なかった原因と考えられている。この地震により17名が死亡、6名が行方不明となり、負傷者は426名に上っている。犠牲者の中には観光、交流プランナーの麦や,やよい 交通視野の岸優一郎も含まれていた。死者の死亡原因は、落石2名、土砂崩れ3名、土石流5名、車両埋没1名、地震に驚き道路に飛び出し交通事故1名など。また、仙台市青葉区で崩れ落ちた書籍の下敷きになり、男性1名が死亡した。当初地震との関与は不明とされていたが、2008年7月10日、 宮城県警より死因が大量の本による窒息死であったこと、また、宮城県災害復旧対策本部により災害死と認定されたことが正式に発表された。さらに、福島県いわき市で、釣り人一人が崖崩れに巻き込まれて死亡した。福島県下で地震による死者が出たのは、ちょうど30年前の宮城県沖地震以来である。欧州市ではバスが転覆し、 崖へと転落した。宮城県名取市では、社員旅行で、石巻市から仙台空港へ向かっていたバスが、仙台東部道路の新名取川橋を走行中に、4から5回バウンドし、2人が入院、22人が軽傷を負った。地震による原子力発電所の停止及び安全保持上重要な設備の異常はなかった。揺れによって、 福島第二原子力発電所四号機において、使用済み核燃料プールから飛び散った、多少の水が発見されたもの、諸外周辺地域への放射性物質による汚染は、なかった。岩手県一ノ関市の国道三百四十二号に、かかる祭り。には、松る大橋周辺の大規模な斜面崩壊により、秋田川の橋内と橋脚、橋桁が、宮城川に、約十メートル移動。 これに伴い、宮城側の橋脚の上部が折れ、支えを失った橋桁が折れ曲がる形で沈み込み、さらに、宮城側橋脚の中間部も壊れたことで、曲がった橋桁の一部が川底に落ちる形で、転落した。岩手県平泉町の中村寺では、国の重要文化財に指定されている、石村院、立和塔が一部破損した。本堂前にある表門も激しい振動で歪んだ。 岩手県内の国指定文化財被害は2件。世界遺産登録を目指す平泉浄土思想を基調とする文化的景観。平泉町、一関市、欧州市のうち、国の史跡に指定されている小津寺村松園遺跡で、山の奥津、能の岩屋の山裾の表土が崩れ、駒金神社の鳥居が傾いた。北上市では、 国の史跡の江釣湖古墳群で、石室の一部が崩れているのが確認された。欧州市の石淵ダム、北上川、水系伊沢川は、地震の揺れで停滞が変形したことから、緊急放水を行った。また通常より多い漏水が確認された。宮城県教委によると、県内の国指定文化財は、重要文化財6件、史跡3件、史跡、名称1件が被災。 登録有形文化財3件、県指定文化財5件も破損。震源に近い栗原、大崎漁師のほか、仙台、留め、名取各市と、座王町でも1件ずつ被害。栗原市月立の総派や寺にある、薬師堂では、国の重要文化財、木造薬師如来座像、持国天立像の仏像2体が破、同志花山温島地区にある国の史跡。 仙台藩花山村さむゆばんショートでは、門の両脇にある石垣が崩れるなどした。大崎市岩出山町の遊祖内館、国の史跡及び名称では、建物の柱や壁に、ひびが入っているのが見つかった。栗原市うぐいすにある国の近代化産業遺産で、映画、東京タワーおかんと僕と、時々、おとんのロケ地となった細々鉱山の佐野社宅が一部、 被災死が倒壊は免れた。地震動の周期が短く、木造住宅を壊す、周期1秒前後のキラーパルスが少なかったために、木造住宅の被害が少なかったこと、この地域では屋根に軽いトタンを用いている家屋が多い、ため、屋根による家屋の押し潰しが少なかったことが、地震の規模に対して、家屋の倒壊被害を少なくしたのではないかと、専門家が見解を述べている。 一目ぼれ、米、岩ナ来訪、イチゴなど多数にわたり甚大な被害が発生した。岩手、宮城両県で350施設の宿泊状況を調べたところ、宿泊キャンセルが2万人になることが分かった。2008年6月20日。被災地域の岩手県平泉町と一ノ関市及び宮城県栗原市が仙台、宮城デスティネーションキャンペーン。 2008年10月1日から12月31日の参加自治体に含まれるため、当該市長及び周辺への風評被害の対応が、宮城県議会では問題となっている。岩手県は、同 DC の参加団体ではないため県議会において問題とされていない。荒戸沢ダム上流の放落地の最大落差は148メートル。また、この放落地の中で、 土砂が水平距離で300メートル以上も移動した箇所も確認されている。崩落により荒戸沢ダムには津波が発生したが、崩落土砂の量がダム貯水容量の1割程度だったことや、梅雨入りを前に貯水量を下げていたこともあって、津波がダムの停滞を超えることはなく、第2のバイオントダムとならずに済んだと研究者が語っている。岩手、宮城内陸地震に伴う、 地殻変動が東北地方に設置されている電子基準点 GPS 連続観測点で検出水平変動は秋田県湯沢市で東南東方向へ約29センチメートル岩手県平泉町で西北西へ約15センチメートルなお新大付近の宮城県栗原市のデータは6月14日16時30分現在首都区府の王。 土砂崩れや地滑りによる国有林の被害額が約417億円に上ると発表。震源に近い宮城県栗原市と岩手県、一の関市の被害がほとんど。内訳は、林地被害が22カ所で、被害額約413億円。林道被害が83カ所で約4億円。被災した林地は天然林が多く、被災の大半は復旧工事費が占める。 栗原市の荒戸沢ダム上流の大規模な土砂、崩落現場なども国有林。8月30日の発表によると、不安定な状態にある土砂が一点に置く、立方メートルある。内容は、荒戸沢ダムで6700万立方メートル、岩手県岩井川上流域で1560万立方メートルである。特に河川の上流域を見ると、全体面積のントになり、 極めて高い危険な状態である。岩井川は、一関市の中心部を通り、もし崩壊すれば、東北自動車道、東北新幹線、東北本線、国道4号線などを直撃する。荒戸沢ダムの崩壊も、同様の結果を招く。迂回路は、JR 気仙沼線と国道45号線だけで、ある。プロ野球では、当日仙台市のクリネックススタジアム宮城で、 予定されていたセパ交流戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ戦が中止となった。球場施設の被害がほとんどなかった関係で、はじめは試合開始時刻を当初の14時より1時間繰り下げ、15時開始で行うことを発表したものの、観客の安全や交通機関の確保ができないことを理由に、最終的には中止を決定。翌々日、 16日に振り返し合いが行われた。地震による公式試合の中止は、日本プロ野球史上初である。本震に対して、気象庁は、初期微動 P 波を検知した4秒後の段階で、一般向け緊急地震速報を発表した。一般向けの速報が発表されたのは3例目で、震源近くでは間に合わなかったものの震度4以上を観測した広い地域に、 揺れが到達する数秒から数十秒前に伝わった。当初の強い揺れが予想される地域は、岩手、宮城、秋田、山形各県であったが、その後規模が修正され、新たに、青森、福島、新潟各県が追加された。NHK 総合では、NHK 週刊ニュースが放送されており、速報発表を受け放送中だったニュースの VTR を中断し、 強い揺れに警戒するよう呼びかけ続けた、そのまま、臨時ニュース、全波一斉放送、八波全中、え、さらに、6月14日9時20分と12時27分の余震でも、一般向け緊急地震速報、警報が発表された。通常の震度速報は、本震と12時27分の余震では、震度を優先、震源を特定次第通知して伝えられたが、 9時20分の、の余震震震際には、市町村震度震、源が特定さされれている状態で発表された。主要民放は、ほとんどが在反局制作の生番組を放送していたが、発表対象となった東北地方の緊急地震速報を放送できなかったため、地震情報の発表が地震の第一報となり、その後は報道特番に切り替わった。 2008年6月14日午前8時43分に地震が発生すると日本政府は即座に対応を開始した。消防庁は地震発生とほぼ同時に災害対策本部を立ち上げ、警察庁も発生から1分後に災害警備本部を立ち上げた。発生から7分後の午前8時50分には総理大臣官邸危機管理センター官邸対策室、 内閣府災害対策室、防衛省災害連絡室、海上保安庁地震災害対策本部がそれぞれ設置された。内閣総理大臣の福田康夫の下には午前8時50分に内閣総理大臣秘書官から連絡が入り、福田は被災状況の早期把握、迅速な広報、被災者などがある場合は救助に全力を挙げるようにと指示、午前8時59分には 陸上自衛隊八戸駐屯地からヘリコプターを派遣した。内閣府特命担当大臣、防災担当、泉信也を団長とする政府調査団は午前11時38分に防衛省を出発し、午後1時35分に一関市に到着し、政府現地連絡対策室を栗原市に設置した。福田は官邸対策室で陣頭指揮をとり、午後には 内閣危機管理官伊藤哲郎らに現地では日没が迫っている。警察、自衛隊などのヘリコプターを効果的に運用し状況把握に努め救出活動に全力を挙げてほしいと指示した。同日夕、被災地からの泉の報告を受けた福田は夜間も現地での行方不明者捜索や被害確認の継続を指示した。また首相の被災地視察については 震災直後に訪れれば、現場の人員を割くことになり、現地が混乱するとの判断から、被災直後の視察は見送り、あくまで救援活動を最優先している。この判断は、新潟県中越沖地震発生当日に、当時の首相が現地視察を実施し、危機管理や救援活動優先の観点から問題となった教訓を生かしたものである。6月15日には、 国土交通大臣、冬芝鉄像らが被災地に保健された。帰郷した泉は、福田と会談し、被害状況の詳細を報告し、福田は、行方不明者救出に加えライフライン復旧と、地震により石とめこかした岩川がの対応を指示した。6月16日朝には、福田は関係する国務大臣全員を首相官邸に招集し、関係閣僚会議を開催した。 各閣僚から被害と復旧の状況が報告され、福田からは行方不明者救出と電気や水道など生活物資補給路の復旧を進めるよう指示がなされた。消防を所管する総務大臣、増田博也が現地に派遣され、消防庁長官、荒木刑事も同行した。6月18日には内閣総理大臣、福田康夫が被災地を視察し、 被害を受けた道路やダムを確認するとともに、復旧支援活動に取り組むスタッフや被災者を激励した。さらに、水や電気を心配している人がたくさんいた。首都圏を国が全力で支える道路の復旧。河川を元通りにする。全力を上げたいと述べ、ライフラインや道路など生活基盤の復旧に国とて全力を挙げる意向を示した。 情報発信の面においては、官邸をはじめとする各省庁を量駕する迅速さで、内閣府が防災情報のページにおいて、政府の対応状況について情報発信を行ったことが、今回の特徴と言える。また、同ページにおいては、内閣府特命担当大臣、防災担当、泉信也が国会にて読み上げる原稿をも公開。 するなど透明性を徹底して追求するなど、従来の政府の対応とは一線を画するものとして、三の声がある。さらに、内閣府においては、中央省長発の試みとして、ブログによる災害時における情報発信の準備がなされるなど、革新的な動きが見られる。7月9日、福田康夫内閣は政令を交付し、一関市、欧州市、 栗原市に対処激人災害指定を行った。地震発生当日の6月14日だけで、警察庁は広域緊急援助隊約270人、消防庁は緊急消防援助隊790名、厚生労働省は災害派遣医療チーム、ダマット36チームをそれぞれ被災地に派遣した。防衛省では人員約360名、 車両約90両、航空機23機を投入し、海上保安庁も、巡視船艇25隻、航空機10機、羽田特殊救難基地の一体で対応した。道路が土砂災害などで寸断し孤立した集落は、自衛隊や海保などのヘリを総動員して、ほとんどの住民を市外へと搬送し、残された集落には必要物資を空中輸送した。 このうち最も人員を派遣した消防庁は、北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京消防庁、神奈川県、新潟県、富山県、山県石川県、山梨県ら緊急消防援助隊として、陸上部隊が最大時204対825名。 消防防災ヘリコプター16機を出動させ、岩手県欧州市及び、市の関市、宮城県栗原市等で捜索、救助20時市、6日間で約156名を救出した。発生から1日経った6月15日は、警察庁の広域緊急援助隊276人、消防庁の緊急消防援助隊200隊815名、防衛省の人員1076名、 車両280両、航空機26機が対応に当たった。農林水産省はヘリコプターによる臨地の崩壊状況の調査を実施し、厚生労働省は被災者の心理的被害の軽減を図るため専門家や担当官を派遣した。宇宙航空研究開発機構は陸域観測技術衛星、大地による緊急観測を実施し、被災地の画像を撮影した。 国土交通省は6月14日から15日にかけて緊急災害対策派遣隊73班のべ183名を投入し、石淵ダムの水平や河川閉塞の対応に当たった。6月16日には、文部科学省は調査団3名を派遣し、警察庁は遺族支援のため臨床心理士ら約10人、避難所の相談活動のため、 宮城県警察の女性警察官ら十数人を派遣。農林水産省は被災した国道342号の迂回路とするため林道復旧緊急整備を開始し、国土地理院は被災地の空中撮影を実施した。国土交通省の緊急災害対策派遣隊はさらに増強され、地震による土砂で発生した天然ダムが決壊する危険のある捜索現場には、 遠隔操作可能な無人ショベルカーを投入した。国道398号の復旧作業により、午後からは緊急車両等のみ、通行可能となった。なお、防衛省による孤立者の搬送作業は、ほぼ完了した。6月17日には、警察庁は、岩手県警察の女性警察官5名を、相談活動のため派遣。防衛省は前日と、 同規模で活動を継続した。国土交通省は緊急災害対策派遣隊をさらに増強し93般258名で活動し、天然ダム参加省を緊急直轄事業として決壊防止工事を実施し、岩井川には監視カメラを設置、挟間川については工事の調査を開始した。農林水産省は国道342号の迂回路 国道398号の緊急復旧工事の資材運搬路とするため、林道の緊急整備を実施した。6月18日には、防衛省はさらに規模を増加し入浴支援などを実施、農林水産省は二次災害防止の緊急対応として、土石流センサーでの監視や観測機器の設置に着手、国土交通省は直轄緊急事業として、 河川の閉塞した3カ所に通信機器を設置、土砂災害危険箇所1098カ所の緊急点検を実施した。また、通行規制のあった県道は一部緊急車両の通行が可能になった。6月19日より、東北地方は梅雨入りしたため、気象庁は栗原市災害対策本部などに公転時の災害要求活動の中止を助言した。また、 霧の発生により、ヘリコプターでの人員輸送ができず、栗原市の捜索を一旦中断した。防衛省は、人命救助、救水、入浴、給食支援や天然ダム対策用の発電機の輸送を実施、農林水産省は、栗原市や欧州市に考え用の災害応急用ポンプを設置した。国土交通省の緊急災害対策派遣隊は、道路の被災調査が、 ほぼ完了したため、各自治体に結果を報告した。河川閉塞に対応するため、直轄緊急工事として監視カメラ増設し、ポンプ2台を稼働させた。土砂災害危険箇所2756箇所のうち2035箇所での緊急点検を終えた。しかし、雨により作業は困難となっており、二次災害防止のため、政府現地連絡対策室は、官邸機関との間で、 稼働閉塞、砂防の危険箇所や対策について情報共有を図っている。6月20日には、総務省は地方交付税の繰上げ交付を決定。警察庁は宮城県警察にて地域警戒警ら隊を臨時編成し、被災地域での警戒活動を実施。岩手県警察でも同内容を実施し、厚生労働省は全聴覚障害者の安否確認を完了し、 防衛省は、東北地方以外の地域から増加し、給水、入浴、給食支援の要請増加に対応した。国土交通省の緊急災害対策派遣隊は160名体制を維持し、危険箇所の調査、点検を、ほぼ終え、応急復旧工事への技術指導などの支援が主な活動となった。県管理道路の通行止めは18区間に減少。岩手県一関市市。 野野原の河川閉塞は仮排水路の暫定 X 策が完了し、排水路をさらに深くする工事を24時間体制で実施、土砂災害危険箇所2771箇所の点検が終了した。農林水産省は岩井川流域で直轄地滑り防止工事を災害関連緊急事業として実施し、国有林林道の放度除去や土石流センサーの設置や監視を継続している。 6月21日は国土交通省は天然ダムの仮排水路整備を進め、市の関市市の野原では午後0時30分より仮排水路からの排水が開始され、市の関市産女、栗原市温島、栗駒沼倉でも着手することとなった。なお、栗駒ダム上流の天然ダムのうち1カ所から水が溢れたため、午前0時30分頃から、 クリコマダムへの流入水量が急増し午前1時20分頃には毎秒100立方メートルを記録したがクリコマダムやその上流の天然ダムの決壊は免れた6月22日も天候が悪く陸上自衛隊の捜索活動は難航したなお6月22日をもって陸上自衛隊の捜索活動は終了し23日以降は 宮城県警察や地元の消防を中心とした捜索活動が開始された。陸上自衛隊の撤収時には避難所の住民らが沿道に駆けつけ自衛官らを見送る姿が見られた。地震発生当日、近城天皇並びに皇后は全国植樹祭出席のため東京国際空港から特別機で秋田県に向かっていたが地震の発生を知る特内庁を通じ、 災害対策を優先してほしいと要望した。これを受け、秋田県知事、寺田助ケ郎の出迎えや県政概要説明は中止となり、天皇に随行していた警察庁長官、吉村博虎により地震の被害状況説明が行われ、天皇は地図で被災地の詳細を確認した。また、北秋田地域振興局では、職員から県内の被害状況の説明を受け、 天皇は地図を広げ被災地を一つ一つ確認した。天皇は寺田に対ししっかりやっていただいてありがとう。抜かりのないようにと声をかけた。翌日の全国植樹祭にて天皇は行方不明になった人々が速やかに救出されることを念じており、遺族や災害を受けた人々の悲しみや苦しみに深く思いをいたしております。一刻も早く、 人々の生活の平安が取り戻されることを願っていますと述べた。また、16日には、岩手県と宮城県に対し見舞金を送った。2008年7月20日、文人新能並びに、親王日のり子が、宮城県栗原市と岩手県一の関市の避難所を訪問し、被災者を励ました。2008年6月14日午前8時43分の地震発生と、 ほぼ同時に、岩手県庁では、災害対策本部を設置した。午前10時50分には、岩手県知事、達祖拓也より、災害派遣要請がなされた。ただし地震発生時、知事はブラジルへ出張中だったため、副知事を中心に対応に当たった。メディア関係では、地震発生と同時に、欧州市のコミュニティ放送局である、欧州 FM 放送が通常放送を取りやめ、 地震関連特別放送を数日間にわたり実施、災害やライフライン関係の報道を随時行うことにより、民心の安定に貢献した。岩手、宮城内陸地震の2日前にあたる2008年6月12日は、1978年、宮城県沖地震から30年であったため、同日に至るまで連日ローカルニュース内で、防災特集が組まれていた。 また同日には、県主催の大規模な防災訓練や、各学校、企業で、避難訓練が行われ、朝から晩まで新聞、テレビ、ラジオで、地震対策の報道がなされていた。テレビでは夕方ワイド番組内で特集が組まれたり、夕方及びゴールデンタイムに、全国放送の代わりに、ローカル番組の地震、津波特別番組を放送するつぼねがあったりした。 2008年6月14日午前8時43分の地震発生とほぼ同時に宮城県庁では災害対策本部を設置し午前10時49分には現地対策本部を設置した午前11時には宮城県知事村井義弘より災害派遣要請がなされた6月19日午前9時宮城県庁は緊急消防援助隊への 応援要請の解除を消防庁長官に報告し、消防庁もこれを了承した。6月20日、宮城県栗原市栗駒、花山の復旧対策を直轄事業として実施する、行生県知事より農林水産大臣に要請がなされた。6月22日で陸上自衛隊は活動を終え、23日以降は宮城県警察や地元消防を中心に、 創作活動を継続することとなり、村井は栗原市長からは最後の一人までと要請があったが、生存者がいる可能性が低い状況を考えると、自衛隊に本来の任務以外のところで無理をお願いするのは難しいと判断した。苦渋の選択だった。これからは自衛隊にしかできない仕事で協力を要請していくと述べた。約1ヶ月前に、 四川大地震が起きたこともあり、外国メディアも高い関心を示した。ロイター通信は地震発生から約5分後に東北地方で地震が発生と伝え、その後も逐一速報したほか、a p 通信や BBC など詳細な報道が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。